それでは両チームのスタートと予想フォーメーションをご覧いただきます。まずはホームの岡山です。ゴールキーパーは梅田、最終ラインは川野、柳、ヨルディバイス、徳本が入ります。中盤はアンカーに本山、そして河合とルーキー田中雄大、シャドウの位置右に宮崎、そして左に新加入のチアゴアウベス、トップには川本リオが入ると予想しています。一方甲府のスタートと予想フォーメーションです。ゴールキーパーは川田、最終ラインは3枚です。野沢陸、山本、村上、中盤ボランチに松本凪、石川、右に菅井、左に荒木、シャドウの位置右に関口、左に長谷川、そしてワントップにはウィリアン・リラが入ると予想しています。サブのメンバーはご覧のようになっています。もう一度川野、ロングボールを蹴り込んでくる、柳越えて、さあ右足シュート、本山チャンスが、まあ、セットプレー、コーナーキックからの、ね、流れで柳選手なんかが、ね、残っていましたよね、まあ、そこに合わせたボールでしたけども、こぼれてきたところを本山選手、菅井中に切り込んでいく、長谷川ボールを持つ、そしてウィリアン・リラボックス内入っている、シュート右足、ウィリアン・リラのシュートで、まあ、岡山の方はボール保持者に対して少しこうプレスかけられなかったので、まあ、簡単にサイドに持っていかれましたね、まあ、そこからのこう展開になりましたけども、最後シュートまでね。さあその須貝にボールが入る、関口が前のスペースに欲しがっています。さあクロスが入るが、長谷川シュート、もう一度長谷川、甲府のチャンスでした。ラインの間を狙ったボールだったと思います。あっとここ奪う、うん、関口、ウィリアン・リラ、リラシュート、梅田ががっちりキャッチです。さあカードから柳、河合、河合のところ、甲府が奪うか、ウィリアン・リラ入った、1対1だ、ボックス内に入ってくるリラ、さあフォローが欲しい、個人で前を向く、リラからスルーして松本投げ、プレッシャーをかけて、ね、ボールを奪ったところから一気にリラ選手のところ、ここはもう個人での打開ですよね。でうまく入れ替わって最後マイナスのクロスを上手にね、丁寧に松本選手はゴールに流し込みましたね。まあまだねそんなに変える必要はないと思いますし、まあゴールチャンスができていないわけです。サボクスないクロスが入る、ミリが入る、前半続いていましたけども、柳選手にこう持っていったところでうまくこうサポートして、最後クロスからの川本選手ですね。ここ河合が粘って川本と、非常に丁寧な、ね、クロスでしたね。長いボールを蹴り込んでいく、すらしてチアゴ、チアゴ、チアゴ、そして決めた、田中選手をうまく、ね、サポートに入っていきましたよね。思い切って蹴ったコースも良かったですね。していますけども、はい、チアゴ選手、宮崎選手、木原選手なんかが、あ、少しこうワイドを見るような、ね、感じになっているかもしれないですね、はい、さあチアゴ奪った、おー、また、ロングシュート打った、これはどうだ、決まった、ですからね、最長記録じゃないですか、これは驚きのゴール、この距離です、 60m、
もたまらずというところ。岡山追加点3対1。さあここで奪うか岡山、笛はなりません。宮崎キャワラフリーだ。東の選手が倒れています。さあボックス入った、川井、川井からジアゴシュート決まった。木原選手が少しこうコンビネーションで長く打とうとして、まあ、ここも、ね、落ち着いてゴールに、ね、流し込んでいきましたね。絶対慌てないですね。山本右サイドを使う、右サイド関口から長谷川シュート。フリーの状態、長谷川右足、ニラ入ったボックス内、これは2人がかり。さあ長谷川、長谷川シュート、積極的に打っていきます長谷川。一旦戻して荒木、荒木クロス、ゴールキーパー梅田ががっちりキャッチ。ここで長いホイッスル、ファジアーノ岡山対ヴァンフォーレ甲府、両チーム開幕戦を制したのはホームの岡山、4対1、3点のリード、しっかりとものにしました。